はい、おはようございます、ここはバンコクのドンムアン国際空港です、タイのバンコクに着いた時に、利用したスワンナプーム国際空港ではありません、ランタ島に行くにはまずクラビってところに飛行機で飛ぶんですけど、そのクラビはエアアジアという飛行機航空会社を使うんですけど、そのエアアジアはこのドンムアン空港から、出発します。東京でいうと成田と羽田みたいな感じですね。まあどちらも国際空港ですけど、国内線はほとんどこのドンムアン空港からって感じです。はい、それではまだちょっと時間があるのでうろついてみます。今ですね、こういうふうに自動チェックイン機でチェックインしました。往復です。便利ですね。インターネットでチケット購入して機械でそのチェックイン、ほとんど人はいりませんね。まだ時間がありますので空港内またうろついてみます。ここはクラビです。1時間遅れで到着しました。エアエイジア使いますね。まあ1時間遅れだったらまあ平気ですね。これからランタ島に移動するんですけど、船で行くつもりだったんですけど、空港内でバスで行かないかって誘われてですね、400バーツなんでそれを使いたいと思います。ついにランタ島のホテルに到着しました。とっても暑いです。33度ぐらいかな今。タイでも今、まあ、北半球ですから真、まあ、冬になります。1月の20、今日は8日、まあ、冬なんですけどこの暑さですね。でこれホテルのプールです。後で泳いでみます。レストランもここにありますね。それからこれが今日、まあ明日明後日もそうなんですけど、宿泊する私の
家というか、まあ、部屋というか一つ一つ別々になってるんですね。なかなかいいです。では、部屋の中に入ってみましょう。ここは涼むことができるって言っても、まあ外に出ると暑いですけど、多分夜は綺麗なんでしょう。こんな感じで、はい、中に入ります。靴を脱いで、エアコン、テレビ、テーブル、はい、ベッドですね。それから向こうが面白くて、あ、こう湯沸かし器なんかもあります。ここはトイレと、ちょっと流します。綺麗じゃないな。ここシャワーですね。外になってますね。野外です。こんな感じ、半分野外、半分屋内。トイレですね。なんかあんまり綺麗じゃなかった。まあいいや、今綺麗になりました。それから洗面台ですね。こんな感じです。値段は結構安い。2000円、一泊2000円、日本円で2000円ぐらいかな。結構いいですよ、ここ。こんな感じです。ではしばらく休憩して、またお会いしましょう。はい、少し休憩して元気が 出てきたんですけど、携帯電話ってあんまり熱いとカメラが作動しなくなるんですね。なんかカメラの調子がおかしくて何度も撮影途中で切れちゃうんですよね。あ、まあいいや。まあ、これがランタ島のコーランタ、私の宿泊しているホテルの近所ですね。近所です。はい、先ほどの道から海の方へ歩いてます。さすがにここまで来ると日本人いないですね。今まで一人も会ってません。おはようございます。風来坊です。現在ランタ島タイに来ています。ここでちょっとクイズです。
これはホテルのトイレです。これは何でしょう。これ何かわかります？トイレの横についているこれ。はい、では答えです。胎盤ウォシュレットでした。まあ有名だから知ってるかな。Questa è una cosa onesta.